まず初日走った印象を聞かせくださいそうですねあの本当にあの小畑君がよく頑張れてここまで中5日できましたけども、<laughs> その辺の調整、しっかりできましたそうですねあの、いつもと変わらずあの、よくも悪くもですけど、変わらず調整できたと思います、えー、小畑選手と一緒に走りましたけども、小畑選手、印象、どうでしたそうですね、のんきあの,あの波があるんですけど、本当に初日、気持ちの入ったいいレースをしてくれたと思います。 そうですねまずあのしっかり自分のあの位置とあの場所あの場所を考えてしっかりついていきたいと思いますまず初日走った印象はいかがですかあのまあしっかりあのー、できて自分のペースでかけてたんですけどあのちょっと残れなかったのはあの力不足かなと思います最近ねあのやけにバックホンス多くなったって印象ありますけども、その辺意識してるんでしょうかまあのレースにあんまり逆らずに無理くり仕掛けてるというよりはあのレースの流れであの自分の仕掛ける位置 タイミングがあれば仕掛けるというふうにしています明日3分戦ですけどももちろん先行も考えてはいもう流れに応じてしっかりあのー、自分のタイミングで仕掛けたいと思いますそれでは